はい、こんにちは、こんばんはてるです。はい、えー、今回はこちら、えー、こちらの2作品のライトノベルを読みましたので、こちらの感想をレビューやっていこうと思うので、よろしくお願いします、えー。まずはこちらの作品です。オーバーライト、ブリストルのゴーストでございます。はい。えー、こちら新作のライトノベルになります。はい。えー、っと、今月ですね、4月の10日に電撃文庫の新作として発表されました。この作品なんですけど、第26回の電撃小説大賞にて、えー、選考委員、えー、選考委員奨励賞。 ご受賞した作品でございます、はい、僕はですね、最初これ完全にこの表紙買いだったんですよね。すごく色が綺麗でいいなと思ったんですけど、えー、このね、表紙買いした僕だったんですけど、実際読んでみましたら、これがね、めちゃくちゃ面白かったですね、はいえー。そうですね、いわゆるなライトノベルとはちょっとずれてるような作品なんですけど、すごくテーマ性のある作品で、僕は。 結構、ね、好きな作品でしたね,、はいえー、っとですね舞台となってくるのが実在する場所なんですよね。イギリスの,このサブタイトルにあるブリストルっていうところが舞台となってくる作品で、まあ、そこに留学中だった大学生のヨシが主人公になってくるんですけど、このヨシがですねそのバイト先の店先であるものを発見するところから物語が始まるんですけど、それっていうのがただの壁に書かれた落書きだったんですよね。最初はただの落書きだと思っていたんですけど それはいわゆるグラフィティって呼ばれるもので、そのグラフィティっていうのは実際にね、このリアルの世界にも存在するアートのことで、グラフィティっていうのはただのね、この壁に描かれた落書きではなくて、その絵にね、描き手の意思が込められた一種のアートなんですよね。はい そんなグラフィティっていうのがこの作品のテーマになってきています。はいまあ、リアルにも存在するものですね。うん、僕もね、ほとんどわかんなかったんですけど、これ読んでね、しっかりわかりました。グラフィティっていう存在が。で、有名なところで言うと、グラフィティで有名な人は、あの、すごく有名な方。皆さんも名前聞けばわかると思うんですけど、バンクシーですね。えバンクシーとか、そのグラフィティで、えー、すごく有名になった人っていうことが、この作品でもすごく語られるんですけど、えー、そういうものがテーマになってきている。かなりね、 あのライトノベルでは珍しいというかこんなの見たことなかったんですけどで物語の最初言った冒頭に戻るんですけどそんな店先でねあの落書きグラフィティを発見したね吉だったんですけどそのえグラフィティを描いた犯人を探すっていうところから物語が始まっていきますそれを探していくうちにいろいろなことが起きていってし、えー、まいにはですねこの街全体を、えー、巻き込んだすごく大騒動になっていくっていうお話でございます、はい、そのグラフィティってものをなくそうとしようとする、えー、街のね あの、連中がいて、それにね、屈しないために反抗するグラフィティの支持派みたいな人たちが戦うみたいな話なんですよね。で、このグラフィティをなくそうとする街のね、上の方たちに潰されようとして、それを反抗する人たちのこの構想っていうのは実際に起きた事件なんですよね。はい。実際に起きたものを作者の方がテーマにしていて、この作者の方も、えー、実際にそのイギリスの方に留学っていうか行っていて、 あの、その時に得た経験をもとにこの作品オーバーライトを書いたということらしいです。はい。いや、すごくリアリティあるというか、実際こういうことが起きていたんだなっていうのを、まあ、フィクションを交えながらね、物語に乗せて伝えてくれたんですけど、すごく良かったですね。今まで自分の知り得なかったことをいろいろ知れるっていうのはすごく楽しくて、まあ、特にこのオーバーライトっていう言葉がすごくメッセージ性が強くて、オーバーライト、上書きっていうことなんですよね。うん、壁に書かれた、えー、その絵はですね、えー、そのまま誰かが別の人が上書きしちゃうと。うん そのね、一つの作品が大したものじゃなかったら、すぐさまね、別の人たちが来て、違う絵にね、塗りつぶされてしまうと。そういう一瞬のきらめきをね、描いているような作品なんですよね、このグラフィティっていうのは。えそこに込められた人々の思いとかがすごく、えー、強く語られていて、これがすごく良かったんですよね。日常生活の中でも、自分たちはですね、自らを塗り替え続けていると。塗り替え続けていって、より良い自分に変わっていくんだと。時たまね、壁に残ることあるかもしれないけど、それは永久ではないと。 常にね、俺たちは完成することはないと。でも、それでいいんだと。遅かれ早かれ消えてしまうせいだけど、それでも更新し続けるんだと。誰のためにでもなく、自分のために。 そう、僕たちはオーバーライトしていくっていうのが、えー、すごくね、この言葉がすごく大好きだったんですよね。うん。いや自分のね、世界をね、塗り替えていくと、オーバーライトしていく。この言葉に僕はね、魅了されてしまいました。でま、あそんな感じのね、すごくメッセージ性の込められた作品なんですけど、実際はシナリオのところですね、最初言った通り、三崎で、えー、グラフィティを発見して、えー、そこからその犯人を探していくと。そんな中で、えー、いろんなね、グラフィティを描いている人たちと繋がっていって、えー、さらにはですね、えー、そのグラフィティを排斥しようとする人たちとの戦いが始ま っっていってといいとうかすごく物語が大きくなっていく過程がすごく、えー、ワクワクする展開が多くて楽しかったですね。そそして犯人は誰だったたのかそこに込められたシンはとはっていうところに物語がつながっていくんですけど一冊を通してすごいまとまりのある作品でしたね。はいというところでそうですねあの欲を言えばですねイラストもそれに加えてもうちょっと良ければよかったかなと思いました。うん あのですね、挿絵がそんなに力が入ってなかったんですよね。できればグラフィティっていう絵をね、テーマにした作品でしたので、その絵をね、壁に描いた絵とか、実際にいろいろな絵が描かれるんですけど、そういうのをね、端で端でもいいですから、ちょっと描いてほしかったかなと。そういうものがあまりなく、キャラクターをポンと置いたような挿絵ばかりだったので、それがちょっと残念でしたね。うん、というところでございました。うん、この作品僕はね、 とてもいい作品だなと思いました、はい。というところ、オーバーライト、ブリストルのゴーストでございました。続きましてはこちらの作品でございます。二のうちいらずの新滅聖女、5000年後に目覚めた聖女は最強の続きをすることにしたでございます。はいえー、この作品ですが、エムノベルスから刊行されております。発、え、売、ー、が、 2021月の末ですかね。はい。というところでございます。うん、えー、っとですこの作品は、ナロー初の作品で、著者の方はですね、有名なところで言うと、あの即死チート。即、え、死、ー、チートの、えー、作者の方の作品でございます。二のうちいらずの神滅聖書でございます。はい。えー、っとですね、簡単に言うとあらすじは、そうですね、いわゆる、えー、未来の世界で目が覚めた主人公の無双物語みたいな作品ですね。はい。 えと昔々ですね、えーと、最強を決める戦いっていうのがあって、新滅大戦っていうんですけど、その新滅大戦に勝った、えー、主人公の聖女であるニルマが主人公になってきます。はいえー、勝ったんですけど、えー、と人類はね、 滅亡寸前。もう神滅大戦っていうのは神様とか、えー、魔の者とか人類とかみんな入り乱ってみんなでね、戦い合うみたいなすごい戦いだったんですよね。はい。全世界、全星全体を巻き込んだ戦いみたいなものだったので、えー、聖女にいる間は勝ったんですけど人類はほぼ滅亡状態。うん、地球上も、なんだ、小魔かな。だかなんだかが、えー、はびこっていて、あのー、人が住むことができないような。 状況になっていたと、うん、でもう戦うべき敵もいなくて守るべき信徒まあ聖女ですのであ、まあ、もう宗派みたいなのがあるんですよね信徒がいなくなっちゃったニルマはもう何もすることがないと、うん、で世界も復興できないし今のままだと、まあ、どうしようもないから寝ようと <laughs> いつかねいつか未来がもしかしたら未来の、ね、人類がこの世界復興してくれるかもしれないから自分はそれを夢見て 寝るぞと <laughs> ということで、えー、眠りにつきましたそして5,000年が経ちまして、えー、目が覚めたニルマは、えー、世界がねなんとか復興している姿を見るんですけど自分の宗派だったものがですねすごく衰退していて別のね宗派がすごいあの成り上がっているみたいな状況であれ私の宗派前はすごかったのに今こんな状況なのみたいな。うんだから ちょっと盛り上げていかなきゃやばいよな、みたいなことで、えー、盛り上げるために、えー、なんか冒険者みたいになって頑張っていくっていう話なんですけど、あのですね、これ結構、あの、普通とは違うところがあって、いわゆる冒険者みたいのはありますよね。えー、なろう、特有というか、なのでよくある冒険者になってクエストを受けて、えー、それの、ね、報酬をもらって生きてる人たちのことなんですけど、この作品の冒険者ってちょっと違って、あのですね、この世界って、 他のの世界からの侵略者が来るんですよポータルっていうあの次元移動叫びみたいのがあの突然ねあの全くよくわからないある日突然そこら辺に現れるんですよポータルがでそこのポータルから異世界から侵略者みたいのがやってきてそいつらがこの星を侵略しに来るんですよね、うん、そいつらを撃退するのがこの作品の冒険者っていう役割なんですよね、うん そのポータルから来る異世界からの侵略者を撃退するために冒険者っていうものが生まれました。はい。ということで、ちょっと普通のね、いわゆるナローの冒険者とはちょっと立ち位置が。 若干違いますね、うん。で、まあね、5000年前の新滅大戦っていうものすごい戦争で勝ち残った主人公のニルマですから、この5000年後の世界はですね、まあ一度人類が滅んで、まあ一応復興している状況なんですけど、まあニルマほど強い人、っていうかニルマがあまりにも強すぎて他の人はみんなクソザコなんですよね、うん。ですので、まあ、 主人公の一人俺杖みたいな感じなんですけど俺っていうか主人公女の子なんですけど女の子私杖みたいな作品なんですよね二のうちいらずこの子聖女なんですけど聖女っていわゆるまあの神様に仕えていて人々を癒す癒しの魔法みたいな得意みたいな印象があるかなと思うんですけど確かにこの5000年後の世界だとそういうポジションですいわゆるヒーラーっていうことをやってるんですけど このニルマンの時代5,000年後の、えー、5,000年前か5,000年前の世界っていうのは聖女っていうのはあのー、神に何つうのかな魔を滅するみたいなそんな感じの役割で自ら拳で相手を滅しに行くみたいなすごい肉体派みたいなものだったんですよね。 で、このニルマは、拳一つで全部、あの、二のうちいらず、一撃で <laughs> 大概ぶっ壊していくみたいな、そういう子なんですよ。うん。ですので、まあ、戦いはですね、ほぼほぼニルマが出てきた瞬間に終わりますね。あの、侵略者、ポータルから出てくる侵略者って奴らは、あの、ワーカーって奴らとソルジャーって奴らがいるんですけど、こいつらはね、クソ強いんですよ。<laughs> めちゃくちゃ強くて、他の奴らじゃ全く相手にならないんですけど、ニルマが、まあ、大体パンパンってやってくれるみたいな <laughs>、えそんな感じですね。うん。 で結構謎多きい物語でこの異世界からの侵略者って一体誰なのかみたいなことがまだね一貫で全く触れられないんですけどあのー、こっから出てくるやつらってなんか。 軍隊アりみたいな奴らとかが、あの、それぞれ拠点を作っていくワーカーって奴つがいて、それからソルジャーっていう奴らの中にエルフがいるんですよね。いわゆるエルフ、耳が長い、えー、すごくね、美青年、美少女みたいなのが多い、えー、そういう種族なんですけど、この世界にはエルフがいなくて、異世界から侵略者がエルフって呼ばれてるんですよ。うん。異世界から侵略者のある一部の奴らですね、特に強い奴らがエルフって呼ばれていて、いや、なんか不思議だよなと思って、どういうことなのかなと。 この異世界ってどういうこと繋がってるのか。まあ、今後ね、それが明かされていくかなと思うんですよ。ちょっと気になる、あの、話の作りだなとは思いましたね。うん。で、まあ、話のね、展開的には、こニルマが出てきてパンパンって敵を倒していくみたいな、すごい爽快感ある物語ですので、まあ、特に何も考えることはないんですけど、ちょっとね、話の裏を考えてみると、どうなってるのかなっていう不思議はいろいろありましたね。はい。というところの物語でした。うん。まあ、いわゆるな、お列絵系作品でございますので、 まあそんな感じの作品が好きな方ならいいかなと思いましたね。うん で、ま、あ個人的にはね、この世界が割とやばいみたいな状況なんですよね。うん。常に滅びゆく世界なんですよ、この世界って。異世界の侵略者によって、徐々に徐々にこの世界を疲弊していって、物語の舞台となってくる大陸っていうのはまだ無事なんですけど、実はその大陸以外ってほぼほぼ侵略されちゃって、あの、異世界の領土みたいになっちゃってるんですよ。ですので、もうこの世界って残り寿命わず,わずかみたいな状況でニルマが目覚めて、あ、こっからどうなっていくのかなってみたいなところですので、だいぶやばい世界だなというところでね、結構、 発ってる状結構、世界観的には好みでしたね。うん。ですけど、まあ、ニルマがね、結構、あまりにも強すぎるので、ちょっとバランスがあまりにも取れてない感があるんですけど、まあ、そこら辺もどうなってくるのか、ここも期待ですね。今、口では色々、いろいろと、5000年前にそういう対戦があって、えー、人類がほとんどいなくなってしまったとか、いろんな説明をしたんですけど、えー、実際、物語の中で、こういう説明はほとんどされません。うん。えー、っと、端々で、そういう単語が飛び交って出てくるんですよ。対 とかえー、地上はどうやらこうなっているとか、えー、人はねもうほとんどいなくて宇宙に進出しただとかなんとかいろんな話が出てくるんですけど、まあ、ほとんどそうやってハシ、えー、でちょっとずつ単語がね、えー、ちらつかせてくれるだけなので正直最初はあんまり分かりません主人公いきなり5000、えー、年の眠りについていたらしくってなんかいきなり目覚めるところから始まるんですよね、えー、何があったのみたいなところから始まっていきなり戦いが始まってっていう感じで結構いろんな唐突があの序盤かなり連続して起きるんですよねうん あれ僕50ページぐらい読むの飛ばしちゃったかなって思っちゃったぐらい結構色々、えー、展開が早かったりした作品だったんですよね。うん。まあ今はね一応順序立てて言ってるんですけどこういうのは一切関係なく進んでいくのでそこら辺ご注意ですね。はいえー、二のうちいらずの神滅成城でございます。はい。といった感じで、えー、今回は以上のね、2、えー、作品の感想レビューでございました。はい。というところで今回以上で動画を終わりたいと思います。さよなら。